チョコレートみたいな感覚が出てきました。チョコレート、ミルクチョコレートですね。ミルクチョコレート、チョコっとチョコレート、そしてチョコレートウエハース。はい、皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。塾長部、塾長部、お酒。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今回はですね、スコットランドの宝、人類の宝でありますウイスキー、スコッチウイスキー、スコッチウイスキー2銘柄を飲んでいきましょう。この2つの共通項はモルトウイスキーです。ピュアモルトウイスキーになりますね。この2つの違い、何かと申し上げますと、まずこちらのモンキーショルダー。モンキーショルダーはですね、ブレンデッドモルトです。ブレンデッドモルトウイスキーになります。ブレンデッドモルトウイスキーっていうのは、各それぞれの工場、各それぞれの蒸留所から集められた、セレクトされたモルトウイスキー原酒を巧みにブレンド、バッティングしている。それがね、ブレンデッドモルトウイスキーってことなんですね。一方、こちらの背の高い方は、カリラですね。カリラ12年。カリラ12年。こちらはシングルモルトウイスキーになります。シングルモルトウイスキー。シングルモルトウイスキーっていうのはですね、一個の工場です。今回はカリラ蒸留所。カリラ蒸留所の中での原酒しか使われてない。カリラ蒸留所の中の複数のモルト原酒をうまいこと調合した絶妙にバランスよく配合したのがこちらのシングルモルトウイスキーってことなんですね。まとめますと、モンキーショルダー。モンキーショルダーは複数の蒸留所のモルトウイスキー原酒が入ってる。一方、シングルモルトのカリラ12年は、カリラ蒸留所の中のモルト原酒、複数のモルト原酒で構成されてると。そのようなね、そのような違いがあるっていうのをね、知っていただくといいのかなっていうふうに思いますね。まあ一般的なですね、市場によくあるブレンデッドウイスキーはグレーンウイスキーが入ってるんですけど、それが入っていないピュアモルトウイスキーですね。ピュアモルトウイスキーの違い、さらにはですね、この2つの決定的な違いっていうのはね、やはりこのカリラ12年はアイラモルトですね。アイラの島、アイラモルト、淡路島ぐらいの島ですね。淡路島ぐらいの大きさの規模で、人口はね、4000人前後ですかね。そういうそこまで大きくない島なんですけど、そのアイラモルトといったらですね、ほとんどのウイスキーがですね、スモーキー香、燻煙香であります、ピート香ですね。泥炭と書いて、ピート。ピート香をね、より、なんだろう、ウイスキーに付与してる。ウイスキーの風味に付与してるっていうね、そういう特徴のウイスキー。それがカリラ12年ですね。そのあたりのモルトウイスキーの味わい、旨味を感じつつ、ピートが効いてる、思いっきり効いてる方、もしくはそこまで効いてない方を見比べてですね、いろいろ考察を深めていけたらいいのかなっていうふうに思います。ブレンデッドモルトウイスキーでありますモンキーショルダーですね。モンキーショルダー、シングルモルトウイスキーのね、カリラ12年ですね。外観の色の違いを確認していきます。こちらはね、カリラ12年なんですけど、2つとも比べると両方美しいね、ゴールド琥珀色を呈してるんですが、カリラ12年の方がですね、より淡い印象がしてるのかなというような、そのようなニュアンスが見受けられます。ではまずモンキーショルダーですね。ブレンデッドモルトウイスキーのモンキーショルダー、そちらの方を、香りの方を確認していきましょう。ストレートです。いかがでしょうか。やっぱりね、キャラメルですね。キャラメルとかバニラとか甘い感じ、蜂蜜用のイメージですね。その甘いようなニュアンスがね、なんだろう、モルトプラスですね、バーボンダル関係ですね。バーボンダル関係のですね、甘いスイーティーな香りに近づいてくる。それをより特化してるっていうね、感覚ですね。蜂蜜、キャラメル、バニラ、
甘いニュアンス、甘いモードジュース、モードジュースですね、麦芽ジュース、麦芽飴、そんな雰囲気があるのがですね、ストレートの第一印象ですね。一方こちらですね、一方のカリダ12年スモーキー香があるものですね、比較していきましょう。香りはいかがでしょうか。そうですね、もうこの香りもたまりませんよね。煙です、煙、燻煙香、焼き旗、焚き火、キャンプファイヤー、キャンプファイヤーですね。花火をブシュって消した香り、やっぱり畑を焼いた香りっていうのがニュアンス近いのかな。石炭、コークストーブ、コークストーブですね。その辺のですね、ピート関係の香りがですね、もわって感じることができる一品ですね。面白いですね。同じモルトウイスキー、マルトウイスキーでもですね、このようにモンキーショルダーとですね、カリラ12年にね、のようにですね、香りが異なるっていうのもですね、ウイスキーという狭い範疇の中でも、モルトウイスキーというね、狭い部類の中でも、こういう違いが出せるっていうのが、とても魅力的だと思いますね。では、こちらのですね、モンキーショルダーのストレート、飲んでいきまーす。失礼いたします。香りもそうなんですけど、とろっと甘く蜂蜜のような入り方ですね。甘みが膨らんでいきます。甘みが膨らんでいくんですけど、じわ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 、そして急速にですね、リファインされた、洗練されたビターさ、苦みがきますね。苦みがきます。大人が喜ぶ苦みですね。そしてコクも大きくですね、上品で落ち着いたコクもあってですね、余韻が長い、そのようなニュアンスですね。アルコール度数 40% ということもあるんですけど、じわ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 心身ともに余韻が回っていくというような感じですね。鼻から抜ける香りはですね、鼻から抜ける香りはですね、キャラメル関係、バニラ関係ですね。とてもですね、甘やかしいニュアンスを残した麦芽ジュース、麦芽飴という形容にふさわしいんではないだろうかというね、一品、それがブレンデッドモルトウイスキーのですね、モンキーショルダーということですね。では一方こちらのね、カリラですね、アイラモルトでありますカリラ、味わいを取っていきます。ストレート失礼いたします。香りはね、非常にスモーキーなんですけど、飲んだらね、優しいですわ。まったりとしてね、とろっとして甘い感じなんです。ただ口の中はね、石炭関係、煙関係、スモーク関係、コークストーブにですね、口の中が甘いニュアンスですわ。香りはね、男性系統の強さがあるのかなと思ったんですけど、味わいはね、非常にね、まったりとしてね、甘いニュアンス、優美ですね。そして熟成感をより感じるようなイメージ、喉を通った後は当然ながらコクもありまして、美しい流れやね、エレガントですわ。そして例のごとく鼻から抜ける香りは焚き火、キャンプファイヤー、コークストーブですね。この煙関係とこの甘み関係、旨味関係っていうんですかね、その辺がですね、うまく調和してる、一瞬二律相反するようなね、そんな感じがするんですけど、飲んでみたらそうじゃないですね。このあたりのですね、バランスの良さといいますか、まるで AB 型のようなですね、AB 型のような脂質っていうのがね、非常に安飲感を増やす一つのファクター、重要なファクターになってるんではないだろうかというような、そんなストレートっていう風に感じました。いやー、いいですね。先ほどのね、甘い印象は踏襲されてるんですけど、チョコレートみたいな感覚が出てきました。チョコレート、ミルクチョコレートですね。ミルクチョコレート、ちょこっとチョコレート、そしてチョコレートウエハース、チョコレートウエハース系統ですね。チョコレートウエハースで、どことなくですね、なんだろう、植物用のですね、木、樹液、木の皮のような、そんな感覚も感じられますね。ちょこっとチョコレート、ちょこっとミルクチョコレート、このような形容にふさわしいんではないでしょうかね。飲んでいきます。加水のモンキーショルダー、失礼いたします。
ウィリアム・グランド&サンズ社が手掛けるブレンデッドモルトウイスキーですね。推測されるのは、スペインサイドモルトの、スペインサイドとモルト原酒をたくさん使われてるんですけど、やはり、グレンフィリック、そしてバルベニー、この2つの蒸留醸油をしてますので、グレンフィリックとバルベニー、この2つをメインに、あとは記念日あたりのね、蒸留所のね、モルト原酒も含まれているというふうにね、推測されますね。飲みまーす。うん、いやー、スルッと入ってきますわ。スルッとさらっとヒャッて入ってきてですね、適度な甘みを残すスイーティーウォーターですね。スイーティーウォーターのような感覚がニワッと入ってきますね。スムーズですね。滑らかですね。スムーズ、滑らか、まるでベルベットのように入ってきまして、さらには羽毛布団のようにですね、さらっと入ってくるようなイメージがありますね。アルコール度数がね、もともと 40% なんで、加水して割る2で 20% ぐらいだったんですけど、そのアルコール感も健在でですね、適度にですね、高アルコール上飲者のお酒の熟成に愉快な趣深いアルコール感を与えてくれる、とても素敵な酔いになると、そのようなね、感覚を教えてくださる加水というふうに思いましたね。いや、いいね。一方、カリア12年の加水の方を失礼いたします。香りはいかがでしょうか。やっぱりさっきのね、スモーキー関係ですね、煙関係、その辺が中心なんですけど、どことなくですね、タイヤ、焼いたゴム、焦げたタイヤ、そして石炭、コーク、ストーブ、そういう風にね、同じピートコースモーキーな香りでも、どっちかというとゴム関係っていうんですかね、樹脂関係のようなニュアンスが出た、そのようなね、そのような思いがありますね。では加水の方を口に含んでいきます。カリラ12年の加水です。いかがでしょうか。うん、こっちも柔らかくスマートにスムーズに流れていくんですけど、ドライになりましたね。ドライな感覚になりましてですね、苦味ですわ。洗練されたビターさ、洗練されたリファインされたビターさがちょうど心地いいですね。いやー、なんだろう、ハードボイドなイメージになりましたね。コクがあって、さらにはアルコール度数 43% だったんですけど、それの割る2のアルコールの、なんだろう、控えめにはなってるんですけど、より一層アルコール感をね、なんだろう、ビシバシきついよっていうことじゃなくて、うん、納得できる、その、なんだろう、ドシーンとくるようなアルコール感がたまりませんよね。全然このあれですわ、モンキーショルダー、甘やかし印象のモンキーショルダーとは真逆のですね、特性を持ってるっていうのが、このアイラモルトのカリラ12年っていうふうに思いますよね。もちろんどっちがね、上でどっちが下ってわけじゃないですね。これはその飲み手の思考、好き嫌い、時と場合によってですね、飲み分けていただくというような、そういう一品なのかなというふうに思いますよね。うん、私もね、両方好きなんですけど、ちょっと甘い感じのウイスキーの時はこっちをいただいてですね、そしてちょっとドライでね、さらにはですね、渋く決めたい時まあお酒の熟成ね、なんか渋く決めるっていうことも全然なくて、こういう単なるの酔っ払いおっさんね、ホワワーンっていう風に生きてるものなのでね、なんかあの渋くっていうのは全然ね、皆目見当つかないところはあるんですけどね、こういう渋いバシッて決めたい時にはね、こういうウイスキーを飲んでですね、ナイトキャップ、寝る前のひととき、まあ、場合によってはですね、昼のおやつでもいいのかなと思うんですけど、そういう風に味わっていけたらいいのかなという風に思いました。では今夜はスコッチウイスキー、人類の宝でもありますスコッチウイスキーのピュアモルトウイスキー、モルトウイスキーであります、まずこちらブレンデッドモルトウイスキーのモンキーショルダー、そしてアイラモルトの代表的銘柄でありますカリラ12年、アイラ海峡の意味ですね、カリラ、この2銘柄で乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の熟成でした。熟成アップ
ジグジョップジグジョップお酒お酒